町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死。その裏にあったのはアドデック9がセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろ。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ八神、これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れるのはあんただけだ。分かった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田検事。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ええ、とにかくすぐそっちに行きます。